クランガクランガ、カラフトワシは、高木高カイヌワシ族に分類される鳥類。夏季にヨーロッパ東部からロシア南東部にかけての地域で繁殖し、冬季になるとインド北部、中華人民共和国南部、アフリカ大陸北部、東南アジアへ南下し越冬する。日本には越冬のためまれに飛来する。鹿児島県には定期的なトライチがある。 全長オス6 7ンチメートル、メス7 0トル。翼長百158から1 8 2センチメートル。尾歯は短い。全身が黒褐色や脳褐色、褐色の羽毛で覆われる。おばき部の上面やおばき部の下面の先端には白い斑紋が入る。交際は暗褐色。光子の色彩は黄色。幼鳥は肩羽や、 不服に泡かし食の反紋が入る。越冬地では、農耕地やマングローブ林などに生息する。飛翔時には腕を上げ翼の先端を下げる。食生は、動物食で、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類などを捕食するほか、動物の死骸なども食べる。保証したり、樹上で待ち伏せしたりして、獲物を探すほか、地面を歩いて、獲物に忍び寄り捕らえることもする。 平地や水辺の森林の木の絵に映像し、1から3個の卵を産む。放卵日数は42から44日。巣立ちまでの日数は60から65日。巣立ち後、20から30日で独り立ちする。ありがとうございます。